おはようございます。5月4日9時42分モーニングショットをお届けしたいと思います。まず本日の、方針でございます。ドル円に関しましては、基本戻り売りで、106円の95から上、打診売りを始め、107円のちょうど10で、売りたいなというふうに考えております。ストップロスは浅く7の20超えにおいて、それのストップがついたらもう一回7の50の手前を売り直す方針でイメージをしたいと思います。利食い106円の4535で買い戻しのイメージです。次にもしこれが利食いが終わった後107円の3530割れからですね、売るか買うかは流れを見て決めたいなというふうに考えています。ユーロドルは日足の雲の下限1.09777、あと90日線 1.09903 が重たく、 1.098090 で戻り売りから、ストップロス 1.10335 の200日線を超えたところ、ちょっと 1.1035 でイメージをしております。利食いに関しましては、そうですね、 1.09の10ちょうどで、イメージをしました。ユーロ円は金曜日に損切り中心に117円の77まで吹き上がっておりますけれども、ニューヨークの引け前にもうすでに117の25まで下げて、今朝は6円の85まで下げておりました。非常に上値は確かに重たいというふうに思います。117の141にございます21日移動平均線近辺を戻り売りをして、ストップは117の48で、利食いは116の6050でイメージをしました。ポンド円、上値重たく、133円の2030から、戻り売りで、ストップ3の50において、132円の4535で買い戻しのイメージを立てました。OG円は68円の3545で、戻り売りから、ストップ68円の65に置きながら、67円台、7565で買い戻しのイメージ。ニュージー円も64円の4555で、戻り売りから、ストップ64の80に置いて、63円台、9080で買い戻しのイメージを作りました。本日、クロス円の下落はですね、ドル円の下落と、タイドルの下落両方から来ておりまして、なかなか大きくは戻りにくいのかなというふうに考えています。引きつけてドル円は戻り売りですし、クロス円も戻り売りを考えてみたい、そのようなイメージで、考えています。あとは東京がご存知のようにゴールデンウィークということで、なかなか流動性が低い部分がございます。ただし海外勢は全く普通でございますので、東京の3時半4時ぐらいから、流動性は高まってくるだろうというふうに思います。まず、方向的に引きつけて戻り売り場を探すという方向で、本日は考えてみたいです。よろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。